ジグムント・のスコフスキはポーランドの作曲家、指揮者、音楽教師。当初はワルシャワ音楽院でバイオリンと作曲を学ぶが、奨学金を得て1864年から1867年までベルリンに留学し、当時のヨーロッパで指導的な作曲の教師の一人であったフリードリヒキールに指示。国外でいくつかの職務に就いた後、1880年に、 帰国し、残りの生涯をアルジャワに暮らした。作曲家として活動したばかりでなく、教師としても名を馳せ、指揮者や音楽ジャーナリストとしても巧妙であった。ノスコフスキは、19世紀後半から20世紀初頭までの、ポーランド楽団において指導的な音楽家の一人だったのである。次世代の重要なポーランドの作曲家は、実質的に皆ノスコフスキに教えを受けており、がって、 カロル・シマノフスキやグジェゴジ・フィテルベルクはノスコフスキの門人である。1880年から1902年までワルシャワ音楽協会の会長を務め、裁判年においてはポーランドの指導的な作曲家の一人として認められていた。今日ノスコフスキはポーランドの最初の公共曲作家とみなされている。ノスコフスキは 管弦楽の作曲家として最も知られているのだが、歌劇や室内楽、そなたなどの器楽曲や重要な声楽曲も残している。著名な音楽学者で音楽評論家のビルヘルム・アルトマンは、ノスコフスキの室内楽曲について論じた際に、非常に印象深く、聴衆の注目や上演に値する作品であるとした。 1879年に作曲されたピアノ四重奏曲から判断すると、同時代の中央で発展しつつあった最新の音楽を吸収してはいるものの、構成的な面を除くと作品は、当時の主要な作曲家で、当時の音楽界を支配していた、ワーグナーやリスト、ブラームスからの影響をまるで示していない。ありがとうございます。